皆さんこんにちは。 BTV モンゴル資格のセンディスリンです。皆さんはいつか海外で仕事してみたい、海外に住んでみたいって思ったことがありますか？今回の番組では、ここモンゴルに住んでいるある日本人カップルをご紹介したいと思います。それではどうぞご覧ください。それではこちらでモンゴルに住んでいる日本人家族のお二人をご紹介したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、二人はここモンゴルに来るようになったきっかけは何だったんですか？モンゴルに来たきっかけは私の仕事なんですけれども、2年前から在モンゴル日本大使館で勤務をしていまして、で1年前に結婚して、夫もモンゴルに来てもらって一緒に住むようになりました。ということは、カノさんがモンゴルに来て2年間、スウナガさんの方が1年間ということなんですけど、この1年間、2年間を振り返ってみたら、モンゴルはいかがでしたか？初めてのモンゴル生活だったんですけど、やっぱり印象的だったのは冬ですね。やっぱ日本と比べてすごい寒かったので、やっぱ冬はすごく印象的に残りました。一番楽しかったのは乗馬ですね。やっぱりモンゴルの大きい草原の中で乗馬するのはすごい楽しかったです。カノさんの方がモンゴルとの縁が長くてすごくモンゴル語が上手だというふうに聞きましたが、いつモンゴルとの縁が始まったんですか？小学校3年生の時に初めて出会った外国の方がモンゴル人の、大学生だったんですね。でその方と文通をして、でいつかモンゴルに来てねって言われたのがきっかけなんですけども、ちょっと今ここにいただいた手紙があるんですが、すごいこうずっと前からの手紙をこんな大事に、すごい。ゾルタヤさんというモンゴル人だったんですね。96年ですね。すごい。埼玉大学で日本語を勉強されている国費留学生の方だったんですけども、初めての海外との出会い、モンゴルとの出会いがこの方でした。すごいこちらに手紙があるんですけど、何枚もの手紙を交換されたんですか？そうですね、たくさん書いてくださいました。それでこの手紙がきっかけにモンゴルに行きたいと思うようになって、いつモンゴルに来たんですか？初めて来たのは初めてモンゴルに来たのが2007年ですね。大学の交換留学生として来ました。カノさんの仕事は大使館だというふうに聞きましたが、仕事の内容について教えてください。どういう分野を担当してますか？広報文化班という班に所属していて、主に行っているのは留学生の支援事業なんですけれども、日本政府が奨学金を出してモンゴルの学生に日本で学んでもらう機会というのを提供しているんですが、その奨学金事業の募集選考というのが主な業務になりますね。末永さんは仕事はモンゴルではどんな仕事されてますか？はい、モンゴルでは、ロゴデザインとウェブデザイン、あとモンゴルのプロサッカーチームにも所属して、サッカーをやっています。私一番最初にお二人について知ったのは Facebook だったんですよ。 Facebook でお二人がモンゴルデールを着ている写真見て、ですごいなと思って、すごいモンゴルデール似合ってたんですけど、よくモンゴルのデール着たり外行ったりするんですか？出かけたりするんですか？やっぱりちょっと特別な日とか、二人でデートに行く時とかは、この今日も着てるんですけど、モンゴルのデール、はい、着ますね。いかがですか、モンゴルのデール？そうですね、すごい、着心地も良くて、デザインもすごいおしゃれなので、そういう特別な時にはデール、なるべくデールを着てどっかに行くようにしてますね。
お二人が結婚して結婚生活が初めての結婚生活がモンゴルでなってると思うんですけどいかがですか？結婚するまでその付き合った期間もそんなに長くはなかったので本当にモンゴルに来て初めて二人で生活をしてみてでお互いを知っていくっていう形だったんですけどもすごく楽しく、はい、暮らしてます。お二人のモンゴルでの食事について聞きたいんですけど家でやっぱり日本料理作ったりしますか？またモンゴルか海外料理作りますか？うちで食べるのは、和食が基本多いんですけれども、作るのは私じゃなくて彼の方が多いですね。そうですか、すごいですね。じゃあ和食をいつも旦那さんの方が作られているということですか？はい、そうですね。大体和食がメインで何かしらお昼夜と作りますね。はい。今日は親子丼を作るんですけどいつもは煮物とかあとは、炒め物野菜炒めみたいのからあとは日本料理以外とか麻婆豆腐とかも作ったりもしますね。中華料理中国料理とかも。材料は大体何でも本当に手に入ります。困ることがないですね。ほとんどモンゴルでもコロナの感染がかなりすごくて仕事とか普段の生活も大変だと思いますが今のコロナの時代はお二人はどういうふうに過ごしてますか？週の半分がテレワークというような状況になっているので本当に家で過ごす時間が長くなりました。で仕事はオンラインでできるんですけれども仕事の他にも二人で朝日新聞奨学金制度で日本に子どもたちに日本語を教えているので今からちょっとオンライン授業をしたいと思います。漢字はどうですか？漢字は大変ですか？その生徒たちと会話の練習を主にしています。実際にやっぱり日本人と会って話すことがないのでここでやっぱり会話の練習をしっかりして日本に行った時に、どんな日本人の人と話しても問題なく会話ができるようにしようと思っています。皆さんは日本の何が好きですか？アニメとか漫画とか。アニメ漫画ですね。みんな好きですね。好きな人多そうですね。ここモンゴルに2人が住んでいるとモンゴル人がその日本人に対してどういう反応ですか？どういうふうに受け入れてましたか？みんなすごい優しいよね。優しい本当にモンゴルって親日国って言われるじゃないですか。本当にその通りだなと思ってこう街中歩いてても日本人だって気づくと、はい、あこんにちはって知らない人が声かけてくれたりもう嫌な思いはしたことがないです。私は気さく日本語で喋りかけてくれたりとかお辞儀をしてくれたりとか、はい、すごく、フレンドリーに接してくれてとても楽しく過ごしてますね。毎日こんな国なかなかないです。モンゴルぐらいだと思います、はい、こんなに日本語で話しかけてくれて、日本人ですって言うと友達みたいな、そんな国ないよね。今までいろんな国行ったんですけど こういう国は初めてですね。はい、今まで何カ国ぐらい行きましたか？50カ国近く、訪れたことがあったんですけど、でもこんな風に接してくれる国はモンゴルが初めてでしたね、はい、私は40カ国ぐらいは行ったかなと思うんですけども、
やっぱりモンゴルが一番思い入れもあるし、うん、友達もたくさんいるし、うん、一番好きな国ですね。海外に行く、海外に旅行する、海外に住むことの良さというのは何でしょうか？海外に行ったり住んだりする一番の良さは、やっぱり新しい価値観に触れられることだなって思っていて、同じところにいると、例えば日本にいれば日本のことしかやっぱりわからないので、考え方もちょっと偏りがちになったりすることがあるかもしれないですけど、外国に行けばもう今まで自分が常識と思っていたことが全く違ったり、でそこでまた新しいアイデアが浮かんできたりもするので、そうですね、そういう新しい価値観、新しい世界に出会えるっていうのが一番大きいと思います。いろんな国の文化を知れることで、やっぱモンゴルの文化もそうだったんですけど、やっぱり、今まで全く知らなかったその価値観とか文化があって、本当にすごく面白いなと思ったのと、あと今すごく世の中は便利で、インターネットで何でも調べられる時代ではあるんですけど、やっぱりインターネットで見る情報と実際に行って見たものっていうのは本当に違うことがすごくたくさんあったなと感じたので、そういう意味でも本当の、世界を知れるっていう意味でもすごくいいなと思いました。今回の番組では、こちらモンゴルに住んでいる日本人カップルをお二人をご紹介しました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、これから二人が日本に帰るわけなんですけど、日本に帰った後でもモンゴルと関わるモンゴル関係のお仕事をしていきたいというふうに聞きましたが、これからどんな仕事をする、どんな目標、目的ありますか？この後日本に帰ったら、カノラボというウェブメディアを2人でオープンさせる予定です。カノラボではこのモンゴルについての情報を強く発信していき、その後、2人でいろんな国に旅に行った時の情報もいろいろ皆さんにこうお見せできたらいいなと思っています。このカノラボを見て、その国に行きたくなるような情報をたくさん発信して、皆さんを楽しませることができたらいいなと思います。ぜひ皆さん見てください。カノラボをよろしくお願いします。皆さん、今回の番組はいかがでしたか？番組についてご意見ご感想があれば、こちらの宛先までメールを寄せください。それでは次回の番組まで、さよなら。さよなら。